にちは。こんにちは。前回に引き続いて、海斗くん、激アツコーチの海斗くんと茜さんです。よろしくお願いします。カメラは宮下です。今日はもう一つの悩み、100ギリに向けての悩み、50ヤード以内が減らない。どんな状態なのかちょっと言ってください。そうですね、50ヤード以内になったらちょっと距離感のつかみ方がまず分からないと、あと打とうとしてもやっぱこうビビっちゃってチョロになっちゃったりとか、逆にトップしてグリーンの向こう側まで行っちゃったりとかしてて、ちょっとまとまらない感じになってました。なるほど。練習はするんですか？打ちっぱなしとか行ってやるにはやるんですけど、やっぱその距離感がちゃんと合ってるのかどうかちょっと分からなくて、いまいち練習方法も分からないです。コーチ、よろしくお願いします、はい、お願いします。ああすぐよく切れますよさっきのドライバーで、ドライバーを見てればじゃあやっていきましょうか。早速お願いします。あそこですよね。おい、はい、優勝です。じゃあちょうど半分くらい狙うとか、30狙う、うん、30の、うん、はい、優勝です。何を教えればいいのか。まずまあアプローチってイメージですよ。そこの赤い旗に対してボールをこう投げて寄せるっていうイメージ、そのイメージを手でやるんじゃなくてクラブを持ってやるだけなんです。その自分の距離感とかって、手をゴミ箱にゴミを捨てるみたいな、そういう練習でも実はアプローチって練習になるんですよ。あそこに寄せる、あそこに寄せるためにはこんぐらいかなっていう、こんぐらいっていう感覚が必要なんです。この距離感じゃなきゃダメ、この打ち方じゃダメっていうのはもうゴルフに至ってはナンセンスな考え方です。ゴルフってのは毎回状況も違えば、フェアウェイだったりとかバンカーだったりとかラフだったりとか、まあ、いろいろ多種多様の、まあ、状況ができてしまうわけですから、30だったら私の30はこれぐらいつで打ってあげる、これぐらいっていう、そういう妥協を許してあげないとゴルフってどんどんアプローチとかでどんどん難しく考えちゃうんで、もう適当でいいです。アプローチなんか本当に悪い、いい意味でも悪い意味でも適当で、適当で、あっという間でこのぐらい、あれ縦に寄ってくから。で僕これ普段あの距離ピッチングじゃアプローチしないし、あこれ今そう茜さんのクラブだ、ね、茜さんのクラブ、うん、でももう大体でいいから、もうあれの穴に寄ればいいんだからって言って、まあこんぐらいでいいや打ち続けてれば、うん、それをひたすらやり続けてれば勝手にアプローチは上手くなる。じゃあ30ヤードと50ヤードの差って何が違うか、一番の違いはボールが上空飛んでる時間が長い、そこに対しての振り幅が変わってくる、大きくその2つだと思うんです。でその2つをまずどういう風にして50ヤードっていう感覚になれるかって言ったら、まあちょうどこの練習場は20、30、50みたいな感じであるので、毎回毎回20だったらこれで、30だったらこれ感じで一球一球あれ場所を変えて練習すると振り幅っていうのは大体分かってきて、自分 の距離感っていうのも分かりやすいです。全部が全部50をひたすら100球50の3番を狙って打つっていう練習はもうその練習を経てから、自分の50の振り幅を分かってから、じゃあ精度を上げましょうで50の的を50球続けて練習とかはいいけど、そうすると30の振り幅になった瞬間分からなくなっちゃう。逆に30だけ練習してたら50の振り幅だけが、本番を意識してやろうってことね、うん、毎回毎回違うから、50の時ってどんぐらいなんだろうって、こんぐらいってやって、あはいはいあれで50ねって、そしたら次もう一回こっち行きましょう、こう行ってこうでもいい、20、30、50でまた20に戻ってもいいし、20、30、50でもう一回30に戻る、30、20と戻ってもいいんで、毎回毎回距離を変えることがアプローチにとっては一番の上達の近道かなと僕は思ってます。で一般アマチュアの方が一番多い練習が30、30、30、
30でずっと30に狙い続ける。例えば今度距離が伸びて100だったら100にずっと打ち続ける。でも100ヤードを2回連続で打つコースなんかどこにもないんで、そんな練習しても意味がないんですよ。毎回毎回距離を変えて狙うところを変えてっていう練習の方が、あの多く時間を取れない方はすごい有効的な練習。これタイトル100を切りたかったらアプローチは適当に打てって適当に打てですなっちゃうけど大丈夫？全然いいです。じゃあ適当です。練習させましょうか。はい、はい、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。次50ヤードだな。そうです、はい、あの辺になります。はい、行ったじゃん。アマチュアの試合出てるわけじゃないんですよね。なんかさ、なんか今日クオリティが高いですよね。多分気張ってて頑張ってますけど。ベストスコアいつの？それでゴルフしましょうよ普段から。いや本当にそれでできたらいいんですけど。ベストスコアいくつなんですか？ベスト46だ。あねこれ嘘だな。嘘だね。もうね嘘だよ絶対。何だろう。コースに行ったら本当。じゃあこの適当さを覚えよう。適当さを覚えましょう。はい、次どこ行きましょうか？はい、これ見てる人がみんな嘘だとしか思ってない。思ってない。絶対思ってない。うん、言ってんじゃん。おめでとう。でボールは常に体の真ん中の前で、足はオープンだけど体はこれ前から見たらボールは右足側に感じるんですけど、前から見たら右足側に感じるじゃないですか。だけどまっすぐ構えるとただ正面なだけなんです。ただ左足かかとの前ってことだよね。足の向きが左を向いてるだけで、うん、でそこに対して左足体重でポーンって打ってあげるだけです。それが打ち方、アプローチの。そうすると何が起きるんですか？ちゃんと当たるってこと？あのまっすぐ立ってまっすぐ狙うと、うん、まずロフトが開いた構えてる状態なんで、球が浮いてしまったり、うん、逆にあの上体が走っちゃって球が低く出たりっていうその誤差が出てきちゃうから、基本的にピッチングを持ってるんだったらもう低い球でアプローチをするっていうのに徹してください。まあ俗に言うピッチエンドランですよね。で低い球を出すときは、低い球を出すときは、うん、左足をオープンにして胸は正面、うん、でクラブはそのまま左に向けて左足体重でこう打つだけ。本当に低い。ピッチングです時もピッチングの時もなおさらこうじゃないと難しいです。それで、うん、本当だ。あれでいいんです。あの球を上げて止めなきゃいけない、でもルールないんで、あ、そうですか。ればいいだけなんで、あそこに転がし方ね、転がしてアプローチ、このアプローチができればもう超強いです。どこでも使える。ラフからでも転がしちゃえばいいんですよ。ちょっと強めに打てばシュシュシュって抜けていくだけなんで、はい、このアプローチを覚えたら100は余裕です。打ち方いっちゃいましょう。1個だけね、大事な打ち方ね。ピッチエンドランの低い球、転がしのアプローチ。転がし、うん、まずまっすぐ構えてください。まずまっすぐ構えて、いつも通り構えてください。ボールに対して構えてください。で、体の正面にボールを、それで足をオープンにして、で、狙いにフェースを合わせて左足体重で短く、これどこで合ってます？今30です。30ですか。それで左足体重、フェースはこのままで、フェースはちょっと通してないと、なのでこう向けてあげる。それで30ヤードぐらいです。はい、はい、いいんじゃないですか。この打ち方をするとボールに対してボールに綺麗に入りやすい、うん、日本とかもうこれからの時期ってもうラフがペタペタになってきて寒くて通っちゃったりとかして、でちゃんとバウンスを使って打つって結構難しくなってるんですよね。夏場は浮いててすごく楽だからどんな打ち方でも抜きがいいんですけど、ちょっと日本は特殊だから寒くなってくるとペタペタになってフェアウェイが薄くなってちょっと硬くなる、硬くもなって、あのボールとの胴をきれいにコンタクトさせないとあのダフっちゃう、ちゃっくりしちゃう、トップしちゃうってなっちゃうから、だから基本的にもう
冬はもうこのアプローチだけ。これを打ってあげるとボールを直接捉えやすくなるんですよ。ここに上げて落とすだけなんで、変なちょっと首をこう使ってとか下から入れなくちゃインサイドから打つのも必要ないんで、上からただ単にボールをコンタクトしててボールをしっかり拾ってあげるってイメージでこう打ってあげればいいだけです。いいですよ、いいですよ、いいですよ。それで勝手に寄るんだっていう感覚を覚えないと、ひたすらにただアプローチを間違った打ち方で練習しちゃうから、それでも寄る、これでも寄るっていうふうに思ってあげると楽です。じゃあ次50狙ってみます。打ち方は同じで大丈夫？同じでいいですよ。で振り幅を変えてあげればいいだけです。できた。ですよ、ですよ、ですよ。今の構えだとミートしやすいってこと？ミートしやすいです。ちゃんと芯とかに当たってる感じしません？そうですね、なんかちょっと前と違います。ちょっとあの左向きすぎなんで、はい、50にとかしよう。50を狙うボールをまずまっすぐ構えて足だけ左向けるんです、気持ちよ。それでこう打たれるとか。そうそうそう、で左足体重で、おお、ね、それ狙いやすいんですよ、グリーンはすごく方向を出しやすいんですよ。これに言えるのがアイアンショットのライン出し、押さえて打つ打ち方ってこういうスタンスをするんですよ。普段よりちょっとオープンめに構えて打ってあげる。そうなんだ。これの延長線上でショットができてくるんです。おお、体重が左足でキープできてないんです。左足一本で打てるイメージ、そういうイメージ。確かに、いつもせっかく左持ってのステークオフで右に行っちゃうから手前に入っちゃう。もうずっと左で、ずっと左で、そうそうそう。S ですね、S。結局この先、このカイト先生が言ったのは適当でいいとか言っときながらちゃんと向いて、だからそう振り幅なら適当でいいんですよ。それも適当ね、距離感はね、あそこを狙って適当な感覚が必要なんですよ。だけど打ち方はある程度しっかりしてないとしっかりできませんよ、適当ができませんよって話。そういうこと。そう、しっかりした元がないと適当ができませんよって話。そういうことね。じゃあこれからやってみましょうね。はい、勉強します。はい、あかねさんの、アプローチチャレンジ、この先にあるあの赤い旗、真ん中の30ヤードの旗、奥の50ヤードのピンを向かって打ちます。合格近かったか寄ったかはカイトパイセンが決めます。よろしくお願いします。お願いします。連続でいきましょう、はい、では最初に20ヤード、20ヤードか。緊張しちゃダメだ。緊張しちゃダメですよってさ、緊張するでしょ。捨ててるんです。緊張、あ、そういうこと。程よい緊張。ラウンドの時はもっと緊張するはずだ。うん。おいった。OK でしょ。合格？全然 OK でしょ。合格。あの方向に打ち出してるんで。うん。で、音もいいんで OK です。ありがとうございます。30。30。残念。もう一回、次50。惜しいですね。まだその感覚慣れてないですもんね。もう一回いきます。はい、はい、でも打ち方とかすげえいいと思うんですけど。本当ですか？はい、おいし、ナイス、オッケー。まず1クリア、1クリア。これが100切りの時に起きそうなやつか。起きそうなやつ、まさにこれとの戦いなんだ。だからこれ起きそうじゃないですか、はい、これができればなんかいけそうな気しません？そうです、これちゃんと。だからこういう練習が必要なんですよ。毎回ターゲットを変えるっていう。うん、ちょっと
50。おー、あいさん、OK ですよ。100を切るって人が、うん、この練習をやろうって言って練習してるだけで、僕はもう丸です。あ、丸です。丸です。優しい、コーチ優しい。素晴らしい。あれもう卒業されてる。もうあとこれをやってくれと。あとはこれをやって、ひたすらこの練習とドライバーのあの打ち方をすれば、100なんかもすぐ、なんならもう80台も出ますよ。うん、それで満足です。僕はもうそれでインスタ見てて、100切れたみたいな見たら、よかったと思って、その日はよく眠れると思うんで。もうできるだけ早く。じゃあ、あかねさん、今日学んだことをちょっと総括してください。はい、あ、はい、そうですね。やっぱ練習場行っても、こう、50ヤードだったら50ヤードひたすらずっと同じ距離打つってやってたのが当たり前だったので、こうなんか一回一回距離変えて打つっていうのはすごい、なんかこう実践的でいい練習だなと思いました。はい、じゃあ次は100切りチャレンジの回が始まるかもしれませんが、はい、アプローチとドライバーだけはしっかりやって、じゃあ次よろしくお願いします。はい、フリアゴルフガーデンでは11月23日にここね、11時から、18時まで、大試打会をやっています。大です、はい、16ブースが、ね、あってね、ヘッドとシャフトを入れ替えながらいろんなメーカーのものが打てると。でもう一つ目玉はドラゴン大会です。ドラゴン大会はこのここで打って、このトラックマンでね打ったドライバーの飛距離が一番長かったやつをスクショに撮って投稿してもらうと。で一番だった人には5万円の商品券、すごい。で、10位20位30位40位と飛び賞の人にも1万円の商品券、3000人来たら300万円大報酬、305万円、1万人来たら1000万円、1005万円大報酬。ぜひ1万人のお客さんがフレアゴルフガーデンにやってきて、フレアゴルフガーデンさんを困らせてやってください。皆様のお越しをお待ちしております。今日はあかねさんありがとうございました。ありがとうございました。